今回はね、海竜やっていきますか。海竜もね、前のアップデートで、この前のアップデートで強化されてて、攻撃のステータスと攻撃速度のステータスが上がって、結構攻撃性能上がってるんだよね。攻撃速度も、攻撃速度が、なんかマックスで 20% 強化されてるし、攻撃もね、マックスでプラス30とかまで強化されてるしね。あとは特性のマルチスケールのダメージ減少量が 25% から 30% に強化されたりしてて、なかなかいい感じだってからね。で、今回新速激輪型でやっていくんだけど、てか海竜はね、一番海竜の方で勝率高いのがね、新速激輪型だね。で、この前、割と最近新速激輪型をね、動画で使ったと思うんだけど、なんか使用感謎に悪くなかったんだよね。結構使用感良かったんだよ。なんか相手にねくっついていけるとかそういうのも結構良かったよね。結構これね、こいつら怖いよ。わあ、そうなんだよな。一瞬で刈り取られたな。そう、なんだっけ、ひとつきかの攻撃性能ね、結構高いからな。メダルはまあ赤メダルでやっていきますか。これあれだぞ、空出せると割とめんどくさいことになっちゃいそうな感じあるかもな。さあ、これこいつを狩れるのかどうか。来た、ナイス、いいね。ボクレイをしっかりとね買ってきたよね。でこれ経験値の足しにしたいから、野生狩りやっていってね。あいつが戻ってくれるかどうか。ゾロアーク戻って、余裕だな、体力満タンだしね。いや、これ序盤ね結構レベル上がるの早いからさ、今回ね楽そうに、楽そう。なんか今使われてないポケモンとかさ、進化するレベル1レベル低くしてもいい感じあるくらい。なんか最近5レベルから強いモンスターとかね増えすぎてよ。新速いいね。新速と激輪結構相性良くて、張り付き性能がすごい高いんだよね。そう、激輪型はね、やっぱりガブリアスと比べられることが多いと思うんだけど、俺的にはガブリアスよりも激輪海竜の方が使いやすくて好きだな。なんか新速でやっぱり自分のマルチスケールを復活させながら、ダメージ軽減の特性を復活させながら永遠に張り付くことはできるし、あと強化攻撃打ったら新速のねクールタイムが短くなるっていう、諦めたなこいつも。そういう効果もあるから、張り付き性能がねなかなか高いんよな。うわ、二段ギルにやられてる。マジか、二段ギルなかなかやるな。さあ激輪覚えて割っちゃおうかな。割っちまおうぜ。これな、もう上残って取り切っちゃった方がいいかもしんねえな。ね、そんな感じあるよな。私ら側もう下行ってもらってもいいと思うんだけどね、ぶっちゃけね。ただまあ残ってくれてっから、さっさと取って下行こう。割られちゃうかな。まあ、割られちゃったら割れちゃったでいいや。こういうとこをしっかり借りながらさ。あ、割られてないんだ。そうなんだ。じゃあ相手の中央を割らしながらかな。これ今回の持ち物言ってないな、そういえばな。これいないだろ、敵。今回の俺の持ち物は、持ち物は、力のハチマキ、レンダースカーフにピンとレンズなんで、結構、いいんだよな。メダル赤メダルだしね。とりあえずこれやればいいだけだし。飛ぶか、相手の逃げ道に。こっこっこっ、はい、捕まえ。何、おい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 、逃げるんじゃねえよな。あ、おいおいおい、こいつでいいや。じゃあいい性能、はい、はい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 、新速激輪からの、まだ耐えれる、まだ耐えれるよ。
まだ耐えれるよ。さあ、神速。そして、耐えれない。だいぶ耐えたくないでも。やっぱマルチスケールがね、復活するだけでね、だいぶね、変わるんだよ。本当に変わるんだよな。強いね。やっぱギルガルドのディフェンスモードは、ハッサムとね、相性悪いと思うわ。ハッサムそんな瞬間火力ないからさ。ね。だから、ギルガルドと戦うの相性悪そうだよね。なんかもっとこう、一気にバッコリ削れるようなキャラじゃないと、相性も良くないよ。良くない。マルチスケール助かったわ。マルチスケール発動させて。はい。まあやられちまったけど、結構カイリュウね、柔らかいやつ倒しにいけるんだよ。アサシン的な動きもできるから、まあ今回サーナイトをね、俺がね、しばきに行かないといけない。まあそれもしくは俺かゾロワークだね。ガサーナイトをしばいてあげないと、多分味方的にはね、めっちゃ結構間に合い。間に合い。神速って。激凛。はい。スタンスな。頼む、スタンさせんな。俺のこの気持ちいい時間を消さないでくれ。頼むよ。ナイス、いいね。まだいるだろ。おい。はい。まあ、あいつムーブ技持ってるしな。ここはサーナイトを潰しに行くのが一番ベストでしょう。そういうこと。新速でスタン取れるのも偉いんだよな。いや、激凛カイリュウね、思ったよりね、マジで悪くないんだよ。結構何も考えずに使えるっていう。あと1000ダメージの通常攻撃ね。割と何でもできるからね。ただユナイテ技がそんな強くないっつうのがちょっと傷かもね。ユナイテ技はぶっちゃけそんな強くないかも。はい、圧倒的速度。さあ、あとは、いやでもユナイテ技強いかもな。なんて言うんだろう、威力とかを、威力だけ考えたら弱いかもしんないけど、アサシン倒すために必要なのって、まあ火力と機動力みたいな、張り付き性能とかだったりするわけじゃん。それ考えたらな、悪くないかも。そうだよな、それ考えたらな、悪くないかもな。裏からサーナイト刺しに行く感じで、いければ。ブラッキーはぶっちゃけ刺したくないけど。それサーナイト任せるわ。俺ブラッキーやる。神速って。あ！妨害されるからさ、神速打つタイミングちゃんとした方がいいかも。え？なんだか、なんか生きてんだけどまだ。それ、あえて生き残らせるのあれじゃね？そう、あえて生き残らせて、サンダー始まるタイミングを遅らせるみたいなムーブ。リーフィアがね、俺サーナイトやりに行くわ。どこだろう、サーナイト。まあ味方が危なくなったら、サーナイトどこだ、せだ、ここ、お前じゃない、お前じゃないけど、まあいいや。されてやったな、やったね。ナイスナイス、それやったのマジナイス。激凛使っていいよ。はい、潰して、こっち集合。いや、これもう俺一人で殴ってもいいかもな。俺一人殴ってもいいかも。残ってるやつ誰だ、ブラッキーと、あとブラッキーと、はい。ちょ、新速で追いつこ追いつこ。ナイス、いいね。終わらさないと。追いつけ、よし、来た。おい、最悪だな、おい。
ただまあこれ全然いけるんじゃない。これラストヒットがな、ちょっとな、足りんかったな。ラストヒットだと足りてれば一気に使って迅速打って、でも100ポイント吸い込んでっからさ、これはね別に諦めなくてもいいと思うよ。さあ、あと守りきれば、なんだっけ、シールドは剥がれてっから、あとはね怖いのはオーロットのシールドだけだね。ただあいつ守ってたからずっと、なんやかんやね有利状況でさ、あのレッグザ取れればさ勝ちやすくはあると思うんだよな。相手だって3体死んでたしね。ナイスナイス。いや、ブラッキー怖いね。俺ブラッキーラストヒットそんな強いイメージなかったんだけどな。ダメダメだったね。まあラス1体だけ来てるの見えてたしね、普通やっちゃえばよかったな。まあ今回中央もらえたんでガンガン買っていこうか。やっぱ攻撃力とか上がってるとか結構実感できる気がするんだけど、なんか割と野生狩りさ早くない？こんなもんだったっけ？けど結構新速撃輪はねお気に入りかも。まあ、ちゃんと裏のヤバいモンスターは倒していかないとな。それはあるよな。あとは竜の息吹打ったらね、強化攻撃打てるようになったりもするから、まあそういうのもうまいこと。これ上レーンやられちまったし、もう下でもいいかもな。キュアピカの方が、いや下やられたんかな、いやこれキュアピカをの方が押せそうじゃない、そんな気がする。でもねゾロアーク来てるの見えたんだよね。ちょっとだから怖えかもな。ゾロアークが飛び出てコンボしてくるような予感がする。来た、やっぱな。来るか、来た、マジかマジか、今のやられちゃうか。まあ、まだマルチスケールないもんな、それないもんな。そらくやっぱ強いな、新速で耐えれないしな。進化しないとちょっとお話になれないな。一応ゴール内でね戦って死んだからもう仕方ないよな。あれもうな、ゴール外だったら俺が出すぎとかもあるかもしれないけど、ゴール内だもんな。ピカチュウマジ許さんからな。で今回結構本当に裏のモンスターを倒す性能あるからね、いいよ割と。ちょっとそのままここ集合しようぜ。やばいやばいやばい、エフィ強なんかねヤジロンがね、ヤジロンが来てるあたりもうなんかもうゾロワークなんだろうなっていう想像はちょっとついてたよね。ちょっとついたよね。意外とキュアピカ崩すのねちょっとめんどくさいな。意外と結構削られてるもんな今回全然ね。ラストヒットちょっとなんか攻めれないな。マルチスケールないとなんか新速で突っ込んでもあんま美味しくない。めっちゃ削られちゃうから。はい、まあ、スタンは取れるからなんか立ち回りがっつり変わるような。はい、一気に覚えて、こっからはまあ崩しに行けるかな。マルチスケールあるし。そうだね、来た。はい、激凛、はいはいはい、マルチスケール激凛、いいね、ナイス。前出たの、そこ前出たのマジでナイス、助かった。さあカビゴンはしっかりと、これね、うわー強い。やっぱりマルチスケールからなんか一発は殴りたかったけどね、強いな。やっぱこれ下レーンが守りきれれば結構美味しそうだけど、突
組まれるかな、51。ただアブソルが行ってっから止めれそうだね。ナイス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 、いいねいいね。なんだかんだマルチスケールがあるからそんなにダメージは痛くない。ナイス、いいね。今回ね、あんまね、良くないんだよな。結構ね、かもられてっからな。これ一旦カビゴンの、そろそろ突っ込んでくんじゃないです。はい。いいね。さっきの反省生かして、もう、無駄に、運ゲーラストヒット勝負しないようにしてるからね。もう、スピーダーから行って、ピカチュウ、裏のピカチュウを殴って、はい、いいね。こういう風にやってかんとね、やっぱりな。上行こう、上。あの、ゾロアークやってもよかったかもしれんな。ただもう、俺、ピカチュウがね、本当にもう、無理なんよ。マジで無理なんよ。生理的に受け付けない体になっちゃってるからさ。特にピカチュウね。ちょっとまずいな、削られすぎてんな割と。お、いいんじゃないこれ。これゾロワークが向こうに行ってくれてっからさ、殴り切れるよこれ。美味しいね。ゾロワーク来るだろ。でスタン取って一気に殴り切る、まあ、やっぱ安全に取り切らんとな。あとカビゴンが飛んだ、飛んだの見えた後にお前そこで寝るとかも終わりやろ。ダメだよ、酔っ払った後に道路とかで寝たら本当に今みたいになるからね。はい、突っ込んで、はい、いいね。あとは殴り切るだけ。もうこうなったらもう終わりよな。よくもボコってくれたね今までね。ボコってくれたな本当に。もう大丈夫よ。それ撤退しないとここら辺からね、あんまり生きりすぎてもねマジでよろしくないからね。下レーン行ってね。ナイス、グピ。火力すごいわやっぱ。3人とかに突っ込んだらね、ほんとダメだね。マジダメだね。ピカチュウやれる？うわぁ、ちょっと、あとちょっとのところで多分回復されたな、これな。これあともうね、みんなね、これ俺も、全然殴ってねえじゃんねえ。もっとちゃんと殴って、今の俺が深く取り切るところでしょ。やっぱ浮いてる一体と対マンするのを意識しないとな。さすがにちょっと削り取れんかったな。いやピカチュウの火力が意外と高いからさ、本当にね油断してると駆られちゃうんよなこっちがな。ゾロワークとかが殴ってないんだったら裏のエーフィーたちをしっかりと殴っていけるんだけど、エーフィーなんでキュアはついてんの、いないんだこれ。はい完璧、はい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 、いいね。これが迅速、はい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 。これがエース。おーい、くっつけよそれ、頼むよ。どんどん殴りたい、確かに殴りたいけどさ、ちょっと一旦回復できるわ。かな、ピカチュウが逃げそうなところに、あそっち逃げたか、まあいいよ全然いいよ、裏から回って刺すから。見つけた、これめちゃくちゃナイス。これここに差し込むのは本当にナイスすぎる。
でもまあそれはもうしゃないんだけどさ。ナイス、いいね。ちょ、中央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 まあいっか、もう中央中央サクっていっちゃえばもう多分もう相手の勝ち筋取れるんだろうけど、まあ負けることはないっしょ。ラスト人取られても怖いね。まあいけるか。ナイス、タイミングか入ったらマジで。やっぱやばいやつを刺しに行くのがいいね。いない相手技とかで相手の逃げ道奪ったりしてね。序盤ちょっと死にすぎたけど、よかったんじゃない。後半はだいぶカバーしたでしょ。取り戻したと思う、だいぶ序盤の変なところを。今回結構相手に、まあ、エーフィーとか、リーフィアとかいるから、まあ、狙うんだったらそいつらだね。やっぱ中央はね、中央はそんな強くない気がする。まあ、早めに育てるのはいいけどさ、いいけど、なんか1回目の8戦でね、8戦でなんか敵を崩せるようなパワーはね、出せないと思うんだよね。なかなか。まあ、腐っても遠距離キャラだから、なんかこう上下レーンは悪くないと思うけどね。ラストヒットもそんな弱くないし、強化攻撃で回復できるから、まあ、粘り強く戦えるっていう意味じゃ上下レーンとかはそんな悪くはないんだけどね。ダメ元で言ったけど、もうさすがにちょっと厳しかったか。どっちもちょっと技を覚えるスピード遅いからな、不思議花も俺も。それがね、ちょっと大変だよね。技ね、先激鱗がいいんだけどな先激鱗がいいんだけどな。いや別に先激鱗じゃなくてもいいか。7レベ進化とかにしてほしいね。4レベ進化、7レベ進化とかに、で進化ポケモンで。死ぬぞ、死ぬぞ。ナイス。特に不思議花とかね、結構7レベルになって技を覚えるのも結構大変だもんな。それに比べてもうブイズはもうね、4レベルからね、もうブイブイ言わしてっからね。たく本当にこれ俺もウェイレーン1機いじめるのありかもな。鈍速効果つけたいな。心速覚えて、グッピさすがに叶うわけないね。帰っちゃった俺の守り神が守り神ラプラスが帰っちゃった。これはまあ普通にしたいってあれしよっか。いやでもゾロワークからないんだったらな、これ。あ、いいね。いや、そう、そういう集団戦めっちゃいいんよ。神速を差し込める集団戦はね、本当にね、マジ助かるんよ、本当に。こうやって、神速で動き止めれるから、その間に、味方が倒してくれるからさ。マジ助かるんよな。メイン火力がさ、俺じゃないからこそできる、あれだよね。鉄砲玉みたいな立ち回りだよね。メイン火力がゾロワークだからさ、ゾロワークが火力を出す時間さえ作ってあげれればいいからね。まあ、神速でね、鉄砲玉ムーブで突って、ちょっとスタン取ってあげてね。これ倒せばさ、はい、ナイス、いいねー。サポート神速やっぱ熱い気がするわ、俺の中で。俺の中で熱いわ、やっぱサポート神速。後ろからね、ちょうどいいとこに、なんか後から後入り神速みたいな、いいよね。やっぱ先に入っちゃうと、そんなマルチスケールって 30% しかカットされないから。原作再現っぽくさ、もう
50% ぐらいカットしてくれやいいのにね。いるよそれ。はい捕まえた。まあいいやろ。脱出パン吐かせるのでもだいぶいいしね。大事だしね。なんかこう入ってた気がするな。なんか狩られてるってことは。逃がさんよ。はい。やべ逃がした。ナイス。いいね。どこだ。ここ。ここら辺どう。終わりだな。はい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 。逃げ。一旦逃げる。マルチスケール復活。くっそ。アサシンだね、これがね。惜しいね、ブラッキー倒せそうだったね。惜しい。ちょっと引こ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 。一旦引こ。これな、ユナイト技はもう、まあ、いっか。なんか別にそんなユナイト技がめちゃくちゃ火力高いとかいうわけじゃないから。ね、あ、ユナイト技打っちゃったっていうのが結構痛手にならないのもいいよね。はい。はい。はい、いいね。はい。はい、よし。どこまで追ってくんのこいつら。いや、ちょっと待って。待て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 。飛行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 。今のは、ダメよ、言っちゃ。今のは言っちゃダメよ。いいね。相手の裏のやばいやつ借り続ければいいしな。で、またユナイトズ使って。どうやって逃げる？使う技。はい、使ったね。ダッシュボタン使ったね。全部。まるっとお見通しよ。わしわしわし。いいね。脱出ボタンを使わせてからの。来た、掴めた。おいおい、どこ行くんだよ。な。どこ行くんだよ。まあ、いいや。来ないか。来るかなとか思ったんだけど、来なかったね。上か。あれ取ってないっけ。あ、取ってなかったんだ。ギルガルド一人で残ってなかったっけ。これ裏から入りたいなぁ。やっぱ A フィーとかを崩すのが、リーフィアいるね。待って、崩す。いや。ラプラスと殴り合ってもいいかもな。どっちが味方の泡かわかんなくね。まあいいや。柔らかいやつはちょっと崩せてるっぽいね。いいね、今回のラプラスもいるし、不思議花の遠距離攻撃もあるしね。そう、なんかバランス、チームのバランス的にはそんなに悪くないもんな。オブジェクト殴りもこれできるしな。あ、絶対リーフィア死んだやろ。はい、構えピッ、構えピ、逃がすなこれ。離脱。ナイス。いいね。ユナイト技もうそんな強く、いやまあでもあんま切らない方がいいっちゃいいけどね。これもあと中央に行こう。痛み分けだね。まあユナイターズあった方が柔軟な立ち回りができるか。まだまだ 20% で溜まるしね。ナイス。ちょっとあと 10% で溜まるからさ、これさ、裏の柔らかいやつ何してんだろうね今のこの時間。リーフィアいる。リーフィア突っ込んでんじゃん。リーフィアどこ行った。あっちか。リーフィア潰さんとな、まずな。あとエイフィーか。でも3体の中突っ込むのはちょっと。捕まえた。これ一旦逃げでいい。これ捕まえたくなかったな俺。よし。
バチクソ早い。ナイススイッチ。バチクソ早かったね、今のな。やっぱ柔らかいやつをね、ちょっと狙うのが一番立ち回り的にやりやすいわ。めっちゃ速くなかった？超強化されてんだけど。やられちまったか。いやー、ちょっと俺たち一緒に動けてないんだよな。ナイスそれ。ナイスだけど、一緒に動けてないから。マジか。スピーダーマジでちょっと辛いな。そうだなー、これなー、これも裏取りのタイミングだろうな、きっとな。ラプラス飛んでくるなよ、頼むぞ。はい、来た。戻って。48いかれちゃうんだよな、きっとな。なんか噛み合んかったね、俺たちがね。100いかれちゃったなー。めっちゃいい勝負してると思う。あと俺もうまいことな、ちょっとエイフィーとかを崩せんかった。相手のね、リーフィアとかね、エイフィーとかもね、なんかね、誰かと一緒に動いてたのがちょっと効いたね。